完璧な包協なんてありません。どんな手術にも一長一短はあります。でも自分は何を求めているか、何を優先するか、後悔したくなければ必ずそれを理解しておいてください。こんにちは、モツクリニック総院長の長野です。当院は脂肪吸引の常識を変え続けるということを理念に、毎日脂肪吸引脂肪注入を毎日たくさんやっています。で、今回のテーマは脂肪包協ですね。包協自体にはいろんな包協のやり方があるんですけれども、どの手術にもメリットデメリットというのがありますので、その点について詳しく解説していきます。ちなみに僕たちは脂肪吸引注入専門のクリニックなので、脂肪注入包協のみを行っているクリニックですけれども、決してその他の包協の方法が悪いとは思っていませんので、その点についてもちょっと解説していきますね。まずですね、包協の手術は今日本国内で言えば3つ方法があります。1つがヒアルロン酸の包協で、1つがシリコンバッグの包協で、3つ目が脂肪注入の包協ですね。で、ヒアルロン酸の包協ですね、そもそももうこれはですね、3、4年ぐらい前から学会でもやっちゃダメですよって言われていますし、正直まともなクリニックではこれやってるクリニックさんってのはほとんど今現状ではないですね。論外ということなので、もうヒアルロン酸包協自体はもうほぼ選択肢には今も入らないです。で、次にシリコンバッグ。シリコンバッグは非常にね、いい手術だと思います。で、なんといっても最大のメリットは、好きな胸の大きさに1回で必ずできるってことですよね。例えばもともと B カップでも大きいシリコンバッグを入れれば F カップにもなれるし、何カップにでもなることができます。これが最大のメリットだと思いますね。デメリットは、どうしても大きなサイズのバッグを入れたりだとかすると、見た目的にどうしてもバレやすいとか、触った時に食感がどうしてもちょっと硬くなるとか、これはもうケースバイケースですね。大きなバッグを入れても柔らかい人だっていますし、全員がそうなるよって言ってるわけじゃないんですけれども、どうしてもやっぱ異物感、見た目でどうしてもバレやすい、これが僕は最大のデメリットかなと思います。ただこの時代はですね、シリコンバッグ包協もそんなに珍しいことでは世の中ではなくなってきたのかなとも思いますので、別にバレたから何なのって思う人もたくさんいると思います。なので、必ず私は1回でこのサイズの大きさになりたいんだとか思いがある人は、シリコンバッグは非常にいい方法だと思います。で、次に脂肪注入の包協ですね。で、脂肪注入の包協の最大のメリットは、絶対にバレないっていうことです。これはプロの僕たちが触ってもわからないです。昔やったことがあるかどうかっていうのは。なので、圧倒的な一番のメリットっていうのはバレないっていうことです。デメリットとしては、どうしても一度で最大に大きくできる大きさに限界があるってことなんですね。例えばですよ、たくさん脂肪を集めて片側の胸に 1000cc ずつ脂肪を注入する、そんなことやってって言われたらできるんです。技術的には全然できます。ただそんなことは倫理的には絶対しちゃダメですね。なんでかっていうと、そんなことをしちゃったら脂肪が壊死して大変なことになっちゃったりだとか、大きなしこりができちゃったりだとか、それが最大のデメリットのうちの一つだと思います。なので、バレない、絶対にバレたくないっていう人は、やっぱり脂肪注入が一番いいですね。ただ一度でできるのは 1.5 からだいたい2カップアップぐらいっていうイメージです。メリットもう一つは、シリコンバッグ入れる時っていうのは、基本脇ですけれども、脇に 3、4 センチぐらいの傷ができちゃいますよね。これも綺麗に縫えばほとんど見えなくなりますけれども、脂肪注入の場合はほぼ穴みたいなところからできますので、傷ができないっていうところと、あとはついでに細くしたい方の場合、例えば足を細くしたいっていう方の場合は一石二鳥ですよね。それもメリットの一つだと思います。で、これはシリコンバッグ包協のトラブルですね。で、別にこれ決してシリコンバッグでこういうトラブルがあるからシリコンバッグ危険ですよって言いたいわけじゃなくて、シリコンバッグを入れて何か嫌だなと思った時には脂肪に置き換えれますよっていうのを紹介したくて、ただこれ挙げてますね。で、シリコンバッグは別にいい方法ですからね。で、この方の場合は右側のアンダーがどんどん下にずれてきてしまって、形がちょっとおかしくなってしまったということで、教員に来ました。
なのでじゃあ胸のバッグを取って脂肪に変えましょうかという手術をしています。でこれが、まあ、こちらビフォーですね。シリコンバッグが入っている状態、こちらがシリコンバッグを抜いて脂肪に置き換えた状態ですね。この方でシリコンバッグのサイズは 300cc ぐらいだったんですね。 300cc って結構かなり大きめのバッグなので、大きめのバッグが入っている場合には、まあ、ビフォーよりもやや若干サイズはダウンしますけれども、パッと見ね、見た目でどっちが自然な胸かって言ったら、まあ、それは絶対こっちです。なので、まあ、シリコンバッグを今入れられている方、もしくはこれから入れようかなと思っている方も、もちろんずっとシリコンバッグ入れ続けてでも全然いいですし、将来的にシリコンバッグがまあちょっとストレスになってきたなっていう時には、そのバッグを抜いただけだとかなり寂しい胸になっちゃいますので、まあ脂肪にも置き換えられるんだよっていうのを知識としては持っておいてください。必ず私は1回でこのサイズの大きさになりたいんだとか思いがある人はシリコンバッグ非常にいい方法だと思います。なのでバレない、絶対にバレたくないっていう人はやっぱり脂肪注入が一番いいですね。将来的にシリコンバッグがまあちょっとストレスになってきたなっていう時には、まあ脂肪にも置き換えられるんだよっていうのを知識としては持っておいてください。じゃあね、次ね、脂肪包強でよくある噂について一個一個解説していきますね。 SNS とか、まあ、あといろんな先生がいろんなあの動画でいろんなこと言ってますね。何が本当なのって思うと思います。経験則というか、毎日手術をしているのは圧倒的に僕たちの方が多いわけなので、まあ、僕が、感じることっていうのをちょっと説明していきますね。でまず一つ、まあ、吸引部位によって定着率が変わるか、よく論文では太ももの脂肪が一番定着率がいいとか、お腹の脂肪が定着率がいいとか書いてる論文様々あるんですけれども、そもそもですね、定着率っていう言葉自体が僕はどうかなと思うんですね。それ測れないですから、普段の臨床では僕は全然変わんないと思ってますね。よくですね、コンデンスリッチ包強、脂肪注入の包強っていうのは1回だけでもちろん終わる人もいるんですけれども、嬉しくなってしまって2回とか3回とかやる人ってのはめちゃめちゃ多いんですね。ってなってくると、最初は太ももから取った脂肪を胸に入れますよね。で次はもう脂肪ないですから、お腹周りから取った脂肪を2回目入れますよね。最後はもう腕とかふくらはぎとか取った脂肪を胸に入れたりとかすることもザラなんですね。じゃあ定着率がそれ腕とかふくらはぎから取ったからって言って全然大きくなんなかったかっていうと、全くそんなことないんですね。大事なのはそんなことよりも量です。ある程度しっかりした量を入れないと絶対大きくなりません。胸が全然大きくならなかったとしますよね。でその担当の先生に、なんか私全然胸大きくなってないんですけどって言って、まあ君の場合は二の腕から取った脂肪を入れたから大きくならないんだよってもし言われたとするんであれば、それは嘘ですね。それは腕の差です。これは覚えておいてくださいね。ある程度自分がせっかく脂肪吸引もするんだったら、ここ細くしたいっていう場所、その脂肪で僕は絶対いいと思います。じゃあ次ですね、年齢によって定着率が変わる。これも僕個人的にはあんまり関係ないと思いますね。定着はね、どっちかというとそっちじゃなくて皮膚の状態です。例えばもともと A カップ、授乳もしたことがないで皮膚の伸びがあまり良くないケースっていう方と、授乳が終わって結果的に A カップになっちゃった、でパッと見の見た目は胸がしぼんだような状態の胸の方いますよね。その方だとやっぱり授乳後の皮膚が伸びる方の方がやっぱり定着自体はいいですね。なので年齢動向っていうよりもその方の胸の状態です。それが一番大事です。でもともとバスタが大きいとあまり定着しない、これはね、真逆ですね。胸が大きい人の方がむしろより定着しやすいですね。それはさっきの理論と一緒です。それだって皮膚が伸びやすいですから、皮膚が伸びが悪い人の方が定着がしにくいです。これが事実ですね。なので定着率に関する大事な要因っていうのは、皮膚の伸びキャパシティがどのぐらいあるかっていうのが一つ
あとは適切な量をちゃんと入れてるかどうかっていうことですね。あんまりにも入れすぎてしまうとしこりができやすくなってしまう。あんまりにも少ないと全然胸が大きくならない。なので適切な量を入れるっていうのも大事なポイントになります。しこりができる、これはねやり方次第です。皆さんが思ってる以上に脂肪注入の豊胸っていうのはやり方が全然違います。特に僕が美容外科医になり始めた10年前とか、しこりができてる人めっちゃいました。なんでしこりができちゃうかっていうと、同じ層に大量に脂肪を注入してるんですね。胸っていうのは、断面図でイメージすると皮膚の下、皮下ですね、で乳腺の下、大胸筋の下、あと大胸筋内にも入れますけれども、簡単に省略するとそうやって層によって入れていくんですね。ミルフィーユみたいな感じにして、だからしこりができないんです。やり方的にはですよ、例えばですけど乳腺下っていうところにヒアルロン酸みたいに大量の脂肪をズドーンって入れてしまう。そうするとそれがもうおまんじゅうみたいな感じでそのまんましこりになっちゃうんですね。残念ですけれども、退院さんでですね、手術をしてしこりができたって言って来られる方は一定数います。笑っちゃうぐらい同じクリニックさんです。なので、しこりができないかって質問だとね、それは僕だったらできませんよって答えになりますね。やり方次第です。それは乳がん検査ができない、これはどっちかというとシリコンバッグの豊胸のことだと思いますけどね。シリコンバッグの豊胸だとマンモグラフィーっていう胸に圧をかけてやる検査っていうのはバッグが破裂する恐れがあるので、できないですよね。でもその場合でもエコー検査はできますので、それはエコー検査をすればいいと思いますし、脂肪注入の豊胸の後っていうのは、別にマンモグラフィーでもエコーでも別に全然問題なくすることができます。皮膚の伸びキャパシティがどのぐらいあるかっていうのが一つ、あとは適切な量をちゃんと入れてるかどうかっていうことですね。層によって入れていくんですね。ミルフィーユみたいな感じにして、だからしこりができないんです。脂肪注入の豊胸の後っていうのはマンモグラフィーでもエコーでも別に全然問題なくすることができます。脂肪豊胸っていうのは様々なやり方があるんですね。よく、どの方法でも変わんないとかいう先生たちもいますね。それはやったことないからなのかなとは僕は思うんですけども、なんでうちがコンデンセイチファットを採用してるかっていうと、それはもういろんな方法をやってみて、僕個人的には一番結果出せるなって思ってるからやってるっていうのが一つなんですけども、例えばもう重力ですね、脂肪を吸引して、そのまま置いといて、で下に溜まった水は捨ててそのまま入れるっていう方法もあります。あとはピュアグラフトっていう方法もあります。それは簡単に言うと脂肪を洗浄して、きれいにして入れましょうというコンセプトですね。でコンデンスリッチの豊胸っていうのは、脂肪をですね遠心分離で回して、簡単に言うと悪くなってるやつは全部捨てていいやつだけ入れましょうと、そういうコンセプトですね。もっと難しくも言えるんですけれども、それはホームページとかに詳しく書いてますのでそっちを見てみてくださいね。でちょっとこれ見てほしいんですけども、これはちゃんとコンデンスリッチファット協会っていう、協会が出してる、これがピュアグラフト豊胸の場合に注入する脂肪をですねコンデンスリッチファットの機械にすると半分ぐらいね水なんですね。つまり何が言いたいかっていうと、簡単に言えばちょっと薄いってことですね。肺面積あたりの脂肪幹細胞の濃度がコンデンスリッチファットは濃いんですね。なので僕らは最初からこっちを採用しているということです。これ誤解してほしくないんですけども、別にこれをディスりたくてやってるわけじゃないんですね。さっきも言ったように簡単だし導入しやすいし、その分費用も安いですよね。悪いわけじゃないんですけども、比較しちゃうとそういうことっていうことですね。あとはじゃあ具体的な悩みについて話しますね。で脂肪豊胸のマックス注入量が何 cc っていうのは一律には全く決まってないんです。先ほども言いましたけれども、じゃあ A カップの人とじゃあ D カップの人、この人に入れる脂肪の量が同じかっていうとそういうわけじゃないんですね。
その皮膚の圧力変わっちゃいますので、ただこれはね正直ねやってる時に分かります。だって僕らは脂肪をどんどん注入していくわけですから、そこまではどんどん大きくなるけど、ある一定のところから全く大きくならなくなる皮膚の圧力ってのがあるんですね。もちろん事前に経験積むと、あこのタイプだと何 cc は入るなっていうのは正直分かります。大体だし、逆にそのぐらいは入れないと大きくなりません、逆に言うとですね。なのでマックス量うんぬんっていうのは何とも難しいですけども、だいたい 300cc 前後ですね、経験上。でも例えばもともと G カップある人が H カップにしたいということであれば 400cc ずつぐらい入れても問題ないでしょうし、それはその人の胸次第っていうところはありますね。ピュアガラストっていう方法もあります。脂肪を洗浄して、まあ、きれいにして入れましょうと。肝移面積あたりの脂肪肝細胞の濃度が、根熱リッチファットは濃いんですね。マックス量うんぬんっていうのは何とも難しいですけども、だいたい 300cc 前後ですね、経験上。で最後にいくつか症例を紹介していきますね。まあ、これはもう普通の一般的な症例になりますね。ビフォーで、3ヶ月後の症例になります。まあパッと見て大きくなってもらってるの分かると思いますよね。で僕がよく胸のカウンセリングでよく言うのですけども、パッと見て綺麗な胸になってるってことがすごく大事だと思ってます。もちろん胸って基本的にはカップ数で測りますよね。例えば僕もさっき 1.5 から2カップアップって言いましたけど、ただカップ数だけにこだわりすぎちゃうと、それってアンダーの差ですよね。アンダーの差だから、変なこと言えばここばっかに脂肪注入すればカップ数自体は上がりますよね。カップ数自体は。でも女性にとって大事なのってそこじゃないですよね。パッと見ですよね。パッと見が大事だと思うんです。やっぱりこういうところ、こういうところにも脂肪が入ってないと張りがある胸に見えないですし、デコルテも綺麗に見えないですよね。で次に授乳後の方ですね。張り感を出したいと、根熱リッチファット放棄を希望される方っていうのは、皆さんねすごく胸を大きくしたいと思ってる人が多いと思ってるかもしれませんけれども、半分ぐらいはですねもう授乳後で胸がこうしぼんでしまって、大きくしたいというよりは昔のように張りのある胸に戻したい、そういう希望のある方っていうのがものすごく多いんですね。しかもやっぱそういう方っていうのは脂肪の静寂もすごくいいので、脂肪注入にはかなり適してます。この方もまあ授乳後で、まあここら辺が大体ですねこうしぼんでそげてきてしまっているので、まあ、これをどうにかしたいと、まあ、これが3ヶ月後ですね。まあ張りが出てるのは分かってもらえるかなとは思います。授乳後で胸を張りを取り戻したい方は非常にいい症例だと思います。次に大事なポイントっていうのは、僕さっきパッと見って言いましたけども、痩せてる方っていうのもすごく多いんですね、脂肪注入を希望される方っていうのは。それは当たり前なんです。痩せてる方がシリコンバッグを入れてしまうとバッグ感というのはどうしても強くなってしまうんですね。それはご本人たちも分かっているので、それはどうしても嫌だと、まあ、だけど、痩せてるとやっぱり胸が寂しく見えちゃうのでしたいと。で痩せてる方の、ね、特徴というか、かなり、ね、ここら辺のデコルテがこういうふうに暴れがこう透けてしまっていて、まあ、ちょっとかなり痩せて見えるという特徴があるんですね。なのでもちろん胸も大きくします。胸を大きくしないでここだけに入れてしまうとバランスおかしいので、もちろん胸も大きくするんですけれども、それと同時にここら辺にも注入してます。で服着てる時ってこんな感じですよね。洋服着てる時やっぱりこのパターンよりもこの方の方がまあちょっとセクシーというか、まあ、健康的でな印象はありますよね、うん、ちなみにモッツクリニックの場合は別にこのデコルテに注入すること自体も全く別料金じゃないです。勝手に僕たちがやってます、まあ、もちろん本人には伝えた上でですね。あの胸を大きくしてからじゃないとここら辺にどのくらい注入したらいいかっていうのがね分からないんですね。なので手術中にデザインをして決めていってます。まあ、クリニックさんによってはデコルテに入れるだけでねプラス40万とか、まあ、そういう見積もりとか、まあ、料金表記してるところもありますね。まあ、正直それが別に悪いって言ってるわけじゃないですけれども、そもそもがデコルテだけに入れるってことは正直あんまりないことなので、あんまりその料金設定自体にあんまり意味はないかなと思いますけども、
当院の場合はこのデコルテに入れるのも全部あの料金に入ってますので、こう別料金ってことはないですね。次に複数回やられる方っていうのが脂肪注入の包協では非常に多いです。皆さん結構勘違いされてる方が多いんですけれども、2回とか3回とかやる方っていうのは嬉しいからやるんです。だって1回目で全然効果を感じれなかったら2回やろうなんて思わないですよね。お金かかるんですから。もしくはクリニック変えますよね。そんな1回で全然効果がないクリニックで2回やったって効果出るわけないじゃないですか。絶対2回目3回目やる方っていうのは嬉しいからやってるんだってのを覚えておいてください。まあ実際の症例ですけれども、まあ、この方ビフォーはこのぐらいですね。で1回でこのぐらいで2回でこのぐらい、まあ、順番にいけばね、順調に大きくなってるように見えますけども、ここからこう見るとかなり大きくなってるの分かってもらえると思いますね。ちなみにですね、僕自身は別に1回目のこのぐらい大きくなっていればここで終わってもいいと全然思ってます。ただこの方は嬉しくて自分がやりたくて2回やってるっていうだけですからね。なのでどのぐらいの胸の大きさにしたいかっていうのはもう全然その人の個人差ですので、自分がやりたいようにやればいいと思いますね。ただ一つ皆さんに覚えておいてほしいことがあるんですけれども、ご覧の通り、どうしても胸を大きくしたい方っていうのは痩せてる方がすごく多いんですね。大事なのはですね、私はね2回以上やりたいかなって思いがある方っていうのは計画的にやらないと難しかったりするんですよね。痩せてる方なのでどこからでも脂肪がいっぱい集まるわけじゃないんですね。よくあるのが2回やりたいんですけどって1回終わってから2回目また来られるんですね。でも例えば太ももはもう脂肪しっかり取ってあるのでもう取れないんです。でもお腹周りとかもう全然脂肪がなくて、まあ、二の腕からちょっと取れるぐらいかなとってなると2回目やりたくてもできなくなっちゃうんですね。脂肪がないからです。もちろん絶対私は1回でいいんだということは別に無理に保存する必要は絶対ないんですけれども、この取っとくことによって後から2回目やりたいという時にもう1回できるんですね。もう何人も見てきてましたので、結構ですね初回はいや私は絶対1回でいいんでって言って来られるんですけども、いざ自分がその手術を受けてみて効果を実感すると嬉しくて、あと安心感ですよね。いざ自分が体験するとあこんなにいいんだったらもう1回やりたいって来られる方かなり多いんですけど、やりたくてもできないことってのも結構あるんです。脂肪がないんでね。なので最初からそういう方の場合には絶対に余った脂肪は取っておいた方が僕はいいと思います。でよく聞かれるんですけど、冷凍保存した脂肪って定着いいんですかするんですかって聞かれるんですけども、全然します。でこれはねもう机上の空論になっちゃうので、理論がどうだこうだっていう前にそもそもこの方は冷凍保存していた脂肪を入れてますので、僕のブログ見ていただければ2回目とかやってる方たくさんいますけども、その方たちはほとんど冷凍した脂肪を入れてる方です。なので実際大きくなってます。もちろんしこりとかも全然できてます。なので計画的にやるっていうのを頭の片隅に入れておいてください。で最後にですね、これもカウンセリングしてるとよく言われることあるんですけど、脂肪注入の包協っていうのは時間が経つと吸収されてなくなっちゃうんじゃないのって言われることよくあるんですけど、全くそんなことないですね。全くないです。もちろん体重の増減によって脂肪注入ですから変わりますよ。 D カップになってもすごく痩せたらそれは C にもなりますよね。でも D カップから例えばちょっと太ったら E にもなります。それって友達の何も手術しない D カップの方と一緒ですよね。なので体重の増減によって変わりはしますけども、なくなるってことは絶対ないです。まあ、これがまあ証拠ですけれども、まあ、この方はですね5年前に3回脂肪注入をした方です。3回してこうなってます。でこれは5年後です。これはですね5年後に顔の脂肪吸引ですけどねをしたいということで来た時に、先生全然すごい人生変わったんだけどって言われて、じゃあぜひ5年後の写真撮らせてもらっていいですかって言ったら、むしろ全然出たいですって喜んでくれて撮らせてもらった写真なんですけども、どうですか5年後全然別人ですよね。5年間この状態の胸で過ごす人生と、胸が大きくなって過ごす人生と、別にそれだけが人生全てじゃないですけれども、この方にとってはもう全然人生変わったって言ってもらえて、まあそれがやっぱ美容外科妙なところありますし、何よりもまあ笑顔顔ですよね。生き生きした顔を見てればすごく楽しそうに嬉しそうにしてたので、
まあ、これが証拠です。なので将来的になくなるってことはないですので、最後に、まあ、胸の症例を見るときのポイント、これは僕の中でですよ、をちょっと紹介していきますね。まず一つ目は何でも言いますけれども、パッと見です。パッと見好きかどうか、まあ、これすごく大事ですね。もう一つ、ビフォーが自分の胸に似てるかどうかっていうのが大事です。例えばこの方の症例とこの方の症例を比べてもあんまり意味はないんですね。だって全然ビフォー違いますよね、タイプが。なので自分の今の胸に似てる症例をまず必ずチェックしてくださいね。で、意外と胸でも大事なのは傷です。胸も脂肪注入ですから、どっかに傷を作ってやるわけですよね。で、当院の場合っていうのはこの乳首の下にちっちゃな穴とこの脇の中から注入してます。よくね、こういうところにちっちゃな傷作られてるケースってよくあるんですね。まあこれ別に傷かなりちっちゃいですからダメとは言わないですけども、やっぱり胸に傷を作るのはどうかなとは思っちゃうので、僕自身はここら辺に傷を作るのはあんまりおしゃれじゃないかなとは思います。もう一つ、同じ脇でもなんかここら辺にできてる人ってのがいるんですね。つまり手を閉じてもなんかその傷がすごく見えちゃう位置に傷を作られてるケースってのもよくあるんです。まあ、これも別にダメとは言いませんけども、どうせだったら隠れた方がいいですよね、傷だって。だってこんな脇の子の中なんか誰も 見ないじゃないですか。でもワンチャンここはノースリーブ着た時とかに見えますよね。なのでなるべくこの脇に全く見えないとこ、腕を閉じても全く見えない位置に作るのが僕はいいかなと思いますね。必ず脂肪注入の補強するときにはどこの傷口からやりますかっていうのを聞いた方がいいと思います。もちろん胸も大きくするんですけれども、それと同時にここら辺にも注入しています。取っておくことによって後から1回目やりたいという時にもう1回できるんですね。なるべくこの脇に全く見えないとこ、腕を閉じても全く見えない位置に作るのが僕はいいかなと思いますね。はい、じゃあまとめですね。まあ、ちょっと今日熱く語っちゃいましたけども、まあ、脂肪注入の補強っていうのはそれだけすごくいい手術ですし、満足度がめちゃくちゃ高いです。めちゃくちゃ高い手術です。なので決してシリコンバッグも悪い手術ではありません。もう時代もそういう時代になってきましたし、一度に大きくしたいとかそういう方も全然たくさんいらっしゃると思いますし、よくツイッターとか YouTube とか SNS では、まあ、シリコンバッグだとこんなデメリットがいっぱいあるとか、脂肪注入だとこんなのがあるとか、なんかディスり合いみたいなのありますよね。実際先生たちもなんかうちに来たシリコンバッグこんなひどいのがいたってよく言ったりだとか、今度はこっちの先生は脂肪注入できた人のしこりを直したとか、なんかそういうの多いじゃないですか。なんかまあそれはそれでいいんですけども、どっちもいい方法だし、それはやる先生によって全然変わっちゃうんですね。脂肪注入だって悪いやり方で上手じゃない先生がやればしこりができちゃうことだってあります。シリコンバッグだって下手な先生がやったらこんな左右差になっちゃったりだとか、ガチガチな胸になっちゃったりだとか、変な胸になったりとか、それは全然あります。なので一概にどの方法がいいとかじゃなくて、どのクリニック、どの先生がこの方法でやるからいい悪いってことなんですね。なので、まあ、少しでも方向を考えている方の参考になればいいなと思います。